主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術誌、交通誌各国の交通誌日本の交通誌街道、川越街道川越街道と掘られた石の標識川越市。札の辻川越街道とは、江戸時代から続く街道である。江戸日本橋より中山道を進み、江戸四宿の一つ、板橋塾の平追い分けで分岐して、川越城下に至る。井のうた 第2本宴会予知前図では、実測、三十四町三十三件半だった。ただし、後のと九百四十一年に東海道を、拡幅したり、商店街などで拡幅が、難しい区間はほぼ並行して、川越街道振動を建設し、現在ではこの振動のうち東京都豊島区の池袋、六津股交差点から、埼玉県川越市の新宿町交差点までの、 通称となっている。振動との平行区間にある元の川越街道は、旧川越街道や、埼玉県道109号に伊沢高線と称する。区間により、新旧川越街道が重複、分岐を繰り返している。一般に、川越街道という場合、振動を指すことが多く、宿場が置かれた、歴史街道とは、経路が異なる。このページでは、 歴史街道としての川越街道と国道254号の川越街道部分の両方を記す。現在は旧川越街道と呼ばれる部分を含む歴史街道としての川越街道。平尾分けは現在板橋三丁目交差点となっており、同交差点付近は国道17号が東海道の道筋を踏襲しているが通称は中仙道となっている。 また、中仙道の道筋を踏襲している道路の通称は、旧、中仙道となっている。外洋江戸城と川越城をつなぐ古道室町時代の、長禄元年、上杉持友の合心、大田道館が、江戸城と川越城を築き、部分的にあった古道をつなぎ、二つの城を結ぶ道を、作った。古学坊に対する、大木谷上杉家の防衛線であった。後に、 豊島安常が道館に対抗するために、練馬城を築いて、江戸と川越の間の道を封鎖しようとしたために、両者は激しく対立した。戦国時代を通じ重要な役割を果たしたが、江戸時代に入って、寛永16年に川越藩主になった松平信綱と着難の松平照綱が、中仙道の脇王館として、さらに整備したのが、川越街道である。 当時は、川越道中、川越小玉王冠などと呼ばれ、川越街道と呼ばれるようになったのは明治に、入ってからである。この頃の川越街道は、板橋宿、平大分けより中仙道を分かれ、川越城最大手門に至る道であった。江戸時代宿設置街道には、上板橋、下練馬、白子、膝織、大和田、大井の六家宿が設置され、各宿には、 天満役が置かれた。各宿場には、川越城のある川越から見て、上宿、中宿、下宿が置かれ、それぞれに、本陣や、脇本陣があった。宿場の出入り口には、軌道が設けられ、警備が行われた。川越からはさらに、小玉街道となり、上野国藤岡に通じて、中仙道に合流しており、この二つの道を合わせて、川越小玉王冠と指定された。 にぎわいと重要交易路、山近公体路中山道より、校庭距離がかなり短かったため多くの通行者がありご街道に、準じる王冠に指定された街道であった。中山道は、河川の氾濫で通行止めになることが多く、川越街道は常ににぎわっていた。通行量が増えすぎて、悲鳴を上げる沿道の村々の記録が、各地に残っている。 物資の輸送を行う新菓子川集運と合わせ、川越の重要交易路であった。川越藩主の参勤交代の道でもあったが、距離が短く大名の宿泊は稀で宿駅では、休憩と人抜ぎ立てのみが行われた。川越藩以外にも参勤交代で、中仙道に代わって川越街道を選択する藩は少なくなく、時代とともに増えていった。 川越の焼き芋完成年間に、江戸で焼き芋が流行すると、文化年間に、川越産の芋を使った焼き芋屋の宣伝文句として、栗よりうまい十三里という言い回しが生まれた。乗り合い馬車と今に残る、並木道、馬頭観音1880年から、川越街道にも1日2回の乗り合い馬車が、通るようになったが乗る人はそう多くなかったという。 新座市の北の入間郡三好町、富藤見の市近辺では、現在も街道筋の、千曲沢の欅並木、藤窪の松並木などが残り、当時の風情を伝えている。またこのために拡幅を避けて、藤見川越えバイパスが建設された。また、藤見の市亀久穂など一律カートが残っている箇所も、少なくない。同票として、馬頭観音もあちこちに残っている。 朝霞市、膝折りは、かつて村だったがこの地名の由来には、オグリース系の馬がこの付近で足を骨折したため、という伝説がある。また別に、江戸から徒歩で川越まで歩く工程でくたびれ、膝が痛くなり、さらに歩き、鶴ヶ島市、足折りでは、足が折れるほどくたびれたことから、それぞれ膝折りと、足折りと呼ばれたとも言われ、この2箇所は、タイとなっている。 徒歩から自動車道へ、新道の建設1914年、川越街道に沿って、池袋駅から電面沢駅を結ぶ東上鉄道が、開通し、鉄道時代の幕開けとなった。昭和初期になると、交通手段は、徒歩から自動車となった。川越街道も東京都内において、道路拡張工事がなされたり、 商店街が発達するなどして、用地買収が難しい区間は近くに並行して、振動を建設し、現在の川越街道の形になった。並行区間では、元の川越街道は、旧川越街道と呼ばれ、部分的に振動と重なる。関越自動車道が開通するまでは、交通情報の渋滞名所として名高かった、上板橋の五本欅は、 昭和初期の川越街道の拡幅工事の際に、上板橋村村長であった、飯島矢十郎が、屋敷庭の木を残すことを条件に土地を提供したもので、現在も、道路の中央に5本の欅が残っている。宿駅の一覧を追い塾から、川越塾の間に、藤場中宿もあった板橋塾、現在の平尾交番付近。上板橋宿、豊家稲荷神社に、 板橋区教育委員会の設置した板橋塾の石踏みがある。下練馬塾、浅間神社に練馬区教育委員会の設置した下練馬塾の石踏みがある。白子塾、現在の白子郵便局付近。膝折宿、現在の膝折宿町内会館付近。大和田塾、鬼影の馬頭観音に、三井座市教育委員会の設置した大和田塾の石踏みがある。 大井塾、現在の大井中宿バス停付近。川越塾、城下町であるが、川越の商人町である上子が、町の一つ、高沢町から北の一帯に、旗子が多かった。文化、イベント沿道では、川越街道に、宿場が置かれたり、参勤交代道だったことなどの歴史にちなみ、様々なイベントが模様されている。池袋六津又交差点は、 見通しが悪いことや自転車の通行が多いことなどから、都内交差点として、2010年ワーストに2011年ワースト4、2015年ワースト1を記録するなど、交通事故の多い交差点であり、通行の際には注意が必要である。また、東京都練馬区の東先橋交差点から、埼玉県新座市の A インターチェンジまでの区間は、 かつて国道254号の一部であった埼玉、県道109号新沢高線のバイパスとして建設された区間で、新沢バイパスという名称がある。左が上り線、右が下り線である。都内区間旧川越街道起点、平尾岩分けあたりから、6日のつほどの商店街、細道や、坂道などを通り、その間、国道254号と、 合流や分岐を繰り返しながら、埼玉県境の戸内側で、埼玉県道109号に飯沢高線に分岐、接続される。旧川越街道と川越街道の分岐点は、都内区間では6カ所ある。平尾分けから東先端までの総距離のうち、254号との、重複区間は、約2.7キロメートル。重複していない区間は約 5. 5、約5.5キロメートル。 都内区間の順路板橋区練馬区川越小玉、王冠は、江戸から川越を経て、上州藤岡を結ぶ、川越街道と小玉街道を合わせた28里半の街道を合わせて、王冠として、宿駅整備されたものである。中仙道は清冠川越道ともいう。準検士や役人は主にこの街道を通った。また、女性の利用者が多く、 姫街道という故障が残っていることでも知られる。川越小玉王冠に指定された区間の内川越から小玉までの区間は小玉街道、川越道とも呼ばれの旅には通常さらに3日を要した。江戸から上州への中仙道の近道となる道で、中仙道は大名などが利用していたのに対し、川越小玉王冠は役人などが多く利用していた。 中線道より距離が短いこともあり、その通行者はかなり多かったようである。現在の国道254号のルーツとなった道であるが、国道254号は各市町村を経由しているので、川越市東松山市間、嵐山町よりい町間などで一部区間では大きく、ルートを外れる。川越小玉王館の全工程を示す。 当市番号付きが宿場であり、何番の宿場であるかを示す。江戸川が上り、上州川が下りである。上板橋宿、下練馬宿などは、旧川越街道にある。歴史的に古い川越小玉王冠は、1937年の都市計画で計画され、1941年に開通した川越街道新道とは、経路が違うので注意が必要。 ありがとうございます。